はい、どうもこんにちは、神風よりです。今回はね、今日開けました。なんか日本のね、なんかね、新しく出たバトルパスのね、まあまあね、いろいろなやつがあったんですけど、まあ今パッて映すんですけど、多分パッて映されると思うんですけど、いろいろな強化来ました。まずね、もうね、30式のやつがね、めちゃくちゃすごくなりました。ほら、622ノット。これえげつないですよね。もうだから DF 並みの、ね、速さが出てしまう。これは強い。ほら、これ強いよね。だから DF 並みの速度出るから強いんですよね。ダメージも出ると。で、まあ、まあ利用はちょっと遅いぐらいですかね。だからね、まあ一応ナバルとね、まあ同じぐらいに、ナバルのとまあ同等ぐらいになったんかな、わかんないけど。まあ使っていきますか。せっかくだし。使っていきましょう。で、あとね、まあゼロな式が変わってませんね。で、あとはね、自動艦砲のね、こいつのね、HPG、ん?あ、この30式のね、電磁加速砲がね、の精度があったらしいです。まあ自分持ってないね、まあ、これちょっとよくわかんないっていう感じですね。本当に。すいません。これちょっとわかんないなーって感じですね。仕方ない。でね、あと何があったっけなぁ。で、あと爆撃とかだな。爆撃のね、速度が上がりました。83ノット。まあ、少し上がったらしいですね。アフターバーナー。ちょっとこの辺のところから比べてもよくわかんないな。ちょっとわかんないですね。正直ちょっとね、自分あんまりね、そこまで詳しいわけないかです、ではないですから。で、上がったらしいです。なんか、旋回のね、なんや旋回のなんか、操縦性かな、操縦性が上がったのと、まあ、速度が上がったらしいですね。ちょっとね、もう一回ちょっと使い直してみましょうかね。まあ、どれぐらい上がったかはちょっとよくは、ちょっと自分はあんまりね、空母は詳しくないんで、ちょっとわかりませんけど。まあ、そこら辺のね、速度が上がったらしいです。あとはね、この何やったっけ。この97式ぐらいのね、速度が上がったりしたらしいですね。で、あとはあれかな。確かね、何やったっけな。こいつの何やったっけな。何だっけ攻撃だっけあ、そうだ、そうだ、マジだ。攻撃機の、こいつの、なんか、爆弾の、なんか、何だっけ ?MK81 の精度があったら、精度ってか、精度が変わったらしいですね。まあ、上がったんかな、まあ、強化ですかね。そんな感じです。ということで、まあ、やっていきますか。ということで、ね、まあ、まずミサイルから使っていきましょうか。まあ、ミサイルはめちゃくちゃ速くなったって言わしくて、まあ、DF 並みのね、速さになったっていうことらしいけどね。ちょっと2枠のちょうどいいやつないかな、ミサイル2枠の。まあ、強化された ITDX 乗っけてみますか。強化入りましたんでね。もうだから DF と同じぐらいの速度は、同じぐらいの速度は、そこまでいけませんけど、DF みたいなね、なんか、最高速度、BF 並みのね、最高速度をね、誇るね、ミサイルですね。まあ、だけどね、このね、ミサイルの速度って、ちょっと当てにならない部分はあってね、まあね、軌道によってなんかね、なんか当たる速度が違ったりするから、まあ、そこら辺は勘弁してくださいって感じですね。けど、それでもなかなか強いんじゃないですかね、多分。さて、使っていきましょう。あとね、あとちょっとだけ強化しますね、この下の方のミサイルを。さて。で、あとね、まあ、今日普通に強化されてないんですけど、12式魚雷は普通に強いですね。で、あと07式のなんや、あの対潜水艦ミサイル、対潜水艦グレーンランチャーはね、まあ言ってみたら、まあ、バトバの方は強いけど、まあ、バトバの方は強いですけれども、なんや。まあ、無課金ってかなんや。バトバのやつ買わなくてもね、使えますよって感じですね。いいですね。一発強化だ。さて。だからこれ結構早くなったから、結構ね、普通のやつも使えるんじゃないかなと思いつつ。どんどん買っていきましょう。まあ、ちょっと今回のね、やつでドルの消費も激しいですね。まあ仕方ないけど。ということで、使っていきたい。まあ、これのね、まあ、強化はね、別に乱雑にいいんだけどね。ダメだ、これ、無理そうかな。まあ、いいや。もうちょっと粘ろう。OK! じゃあ、これやっていきますか。まあ、あとはね、まあ、自分のね、なんか、まあ、精度が上がったって言ってもね、自分どんぐらい精度が上がったかわかんないんでね。まあ、仕方ない、これでやっていきましょう。さて、やっていきましょう。ということでね。まあ、ミサイルの速度があったらしいんで、ちょっとちゃんと見てみましょうじゃないですか。
まあ、さ、前のやつだと、釣り込んのね、速さがね、よりは少し速くな、速い最高速度を誇りますよって感じだったんですけど、これは DF 並みのね、速度になりました。これは強そうですね、本当に。けど今回は潜水艦がおらんな。畜生。あ、先生、潜水艦おらんね。潜水艦しかおらんな。いや、潜水艦2隻おるのはきついな、本当に。ドン。おー、なんかね、こういう風に速くなるのか。OK。シュイン。なるほどね。まあ、やっぱり上の方に上がってんだから落ちる感じですからね。まあ、最高速度がね、まあ、見かけ倒しに見やすい部分もありますけどね。まあ、そこら辺は仕方ない。まあ、そういうミサイルだからね。ん？ちょっと待ってよ。ちょっと怖いな。いや、やっぱり結構速度は上がりましたね。これと結構迎撃する。まあ、迎撃は自体はされにくいでしょうね。ストーン。いいですね。こんな感じに落としますねって感じですね。ドーン。いいダメージですね。やっぱりね、まあダメージでは、まあ、生類より少し劣るぐらいかなって感じなんでね。まあそこら辺も結構使いやすいんじゃないでしょうかね。まあね、このね、なんかね、なんや、ね、ミサイル1台はなんかね、ちょっとポンって上がって、スーンって落ちる感じですから。まあ、そこら辺がね、まあちょっとね、難しいポイントではあるんですけれども。まあそこら辺が面白い点でもありますね、逆に。逆に言ってみればね。さてさて。まあでもね、どっちしろね、まあ火力の側、ナバルの方が強いかなって感じしますね。まあで、こんぐらい強化入ればね、少しは使えるっていうか、まあ、まあね、何や使えるっていうか、なんていうんだ。使えるという言うよりは、なんていうんだ。まあ差別ができてるんじゃないでしょうかね。ナバルとの。まあ、ナバルも結構ね、HP ね、耐久性が高いんでね、まあ、落ちることはあんまりないんですけどね。でこっち早めに撃つことできるから、まあ、チャフで防ぎにくいよねって話なんですかね。と思いつつ。当たりますね、いいですね。この魚雷強いね、マジで。強いよ、この魚雷。痛いよ。痛い。まあ、そんな感じですかね。まあ、速くなった感じはしますけどね。やっぱり。ドン、シン、ポン。ああ。もうちょっと遠くの敵だとね、本当にスンでバーンって早く撃ちるんでしょうからね。まあそんな感じでしょうか。じゃあ次何使っていこうかなって言うと、まあやっぱり爆撃機ですか。使っていきましょう。まあ爆撃機とかまあ攻撃機とかね、一緒に使っていきますか。これでシュトゥルム使っていきましょう。さてさて、まあ自分ね、追加がまだ持ってないんでね。ちょっとまだね、あんまりね、ああ、拒否しましょう。まだね、あんまりそういうのはあんま持ってないんでね、まあちょっとどんぐらいね、通使えるかわかんないんですけど、使っていきましょうってことで。まあ今回はね、まあ、いつもはなんかね、なんか、試合待ち時間とかね、なんかカットしてるんですけど、今回はね、このスタイルやっていきたいと思います。まあ、このスタイルも結構ね、話せること、いっぱい話せるから、めちゃくちゃいいんですよね。と思いつつ。他のプレイヤー待ってますけど、まあ、どれぐらい早くやってるかですよね。爆撃がね、遅いっていうのがね、今まで言われてて、まあ、ちょっと残念なポイントだったんでね。まあ、その爆撃がどれぐらい早くなってるかが問題ですね。と思いつつ。まあ、だってね、うん、ちょっとね、まあ、確かに、まあ、自分はなんかね、攻撃をね、ブンブン飛ばすタイプなんだけどね。さて、どんぐらい速くなったかな？わかんねえ。けど、速くなってんのかな、やっぱり。で、速くなってる気がするわ。確かに、これ速くなってるわ。ああ。確かに、これは良くなってる、確かに。なんかね、もっとね、曲がりにくかったのよ、確か。あの時。もっとね、自由利かなかった気がする。やばい、死んじゃったわ。死んじゃったわい。どうしましょうかね。まあちょっと自分であんまりね、そんなうまくはないからね。で、これがね、これのね、精度が上がったらしい。精度っていうか、上がったらしいですね。うん、ドーン。まあ、わかんねえや。だから空を下手すぎるわ、自分。
ごめん、空母下手すぎたわ。まあもうちょっと次はね、ちゃんと使っていきたいな、うまく。さあ、どうしましょうか。さて、こいつを、もう一回出せますね。じゃあ次はちゃんとゆっくり使っていきましょう。多分この魚雷かな ?97 式の魚雷。このね、魚雷の速度があったらしいですね。ドーン、ドーン、ドーン。これならなんか爆撃できそうだな。と見つつ。これでなんか97式魚雷の速さ見えそうだな。97式魚雷見えないな。どこにいるか見えねえわ。爆撃があった今の。くそ。やばい、死ぬわ。潰したい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 けど、潰したいけど、早く早めに死んでくれ、早く死んでくれ。オッケー、死んでくれてよかった。これで補給できますよ、やった。まあこの魚雷の速さが速くなったって言ってもあんまりそこまで分かりにくいかも。ちょっと分かんないわ、自分はちょっと分かんない。はーい、まあそんな感じですかね。よし、あとはね、このね、こういうふうに使っていきますか。うーん。やばっ。ああ、一機しかなっちゃった。まあ、このね、こいつがね、こいつの精度があったらしいですね、と思いつつ。まあ、こいつ使っていきますか。って言っても、これね、難しいんだよね。まあ、そんな感じで。じゃあ、ここまでですね。まあまあ、やっぱりね、なんかね、やっぱり一番嬉しいのがね、このね、何や、二次式のやつがね、強くなったのが良かったですね。二次式ね、三次式のね、まあ、速さが DF 並みだったのが強いですね、ってか、良かったですね、って感じですね。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバーイ。